おデビューは2011年10月1日から同年10月22日まで、全4話、BS スカッパー、開局記念番組として放映された、テレビドラマ番組、矢田秋子主演、BS スカッパー、フジテレビの共同著作ドラマである、スカッパージー・サットが放送開始15周年を迎え、 2011年10月より、新 BS デジタル放送の放送が開局されることに、伴い、オリジナルコンテンツとして、開局記念番組、34時間元気 TV、オリジナルバラエティショー、バズーカ、と合わせて、オリジナル連続ドラマとして本作が制作された。毎週土曜の後10時より全4話で放映された。放映は好評であり、地上波でも、 富士テレビにて2012年1月4日深夜より4夜連続で放映された。第3話の脚本は鈴木大地が執筆したが、これが鈴木の脚本家デビューとなる。引っ込み事案の田中かりは30歳を目前にし、憧れのミュージカル劇団トップハットの入団オーディションを受けるが何もできずに不合格。しかし、トップハットと同じ系列の歌劇団、 デビーの演出家、松宮多門に誘われる。歌劇団、デビーは、筆頭女優のアリサをはじめ、おデブばかりの歌劇団だった。カリンは、早速、デビーの舞台に立たされるものの、口をパクパクさせるだけだった。デビーの劇団員たちはカリンを団員とは認めず、いつ辞めるのか、賭けをして盛り上がっているような始末。三端たる結果ではあったものの、 カリンは、初舞台を踏んだ喜びにあふれていた。カリンと違って、トップハットのオーディションに合格したサイオンジアンナは、初舞台を踏めないことに苛立ち、トップハット社長に、トップハット2軍が、デビーの劇場で、練習公演を行う許可を取り付ける。社長も松宮に、デビーに、新しいものを要求する。 松宮は社長の要求を劇団員に告げ、劇団員たちも何を変えればよいのかと考え始める。その頃、赤字続きのデビーに対し月末までの黒字化を果たさなければ、デビーは解散との条件が経営会議で出される。新しい演出、グッズの販売といったアイデアで客足は少しずつ向上。雑誌にデビーの講演。 特にセンターに立つカリンのことが良い評価で掲載されたことで観客もさらに増え始め、立ち見も出始める。このまま行けば月末には黒字化の公算も出てきた。その頃、トップハットの演出家、南条慶介は社長に呼び出され、カリンという原石を見出せなかったこと。 現在のトップハットの土台は以前に演出をしていた松下が気づいたことを指摘される。南城は仮にトップハットへの遺跡を持ちかける。特に記載がない場合、出展はあるシネマ。特に記載がない場合、出展はあるシネマ。2012年1月にはポニーキャニオンより DVD ボックスが販売されている。ありがとうございます。